まあちょっと最後までね、ヨガがあったらね、見てみてくださいということなんでございます。出会いに感謝いたしますよということなんですが、これもね、まあ原作のオマージュなんですね。ちょっと深掘ってみましょうか。はい、もうせっかくなんでね、じっくり、見ましょう今回は。まあそんだけ長いお時間を取らせるつもりはないんでございますけども、これも原作のオマージュですね。でももう大人ですからね、笑顔でまた会いに来てよと別れていると。でこの写真を持って、まあ大阪に住んでいないんでね、でちえちゃんに成人式があったんならさっちゃんにも成人式はあるでしょうというところでございまして、さっちゃんの成人式っていうのはどんなもんなんかなっていう、ひらめちゃんとちえちゃんとも成人式のそれを過ごしたいんちゃうかなと思ってね。でまあこういうね、振り袖さっちゃんのお母さんが成人式を持って残してくれたもんやったらもいいかなとか思いながら、ちょっと物語つけてみたりとかしてね、書いていたもんなんですね。まあジャニコチエを読み返したりアニメ読み返したりする取っかかりっていうか、きっかけ程度になってくれたら嬉しいなと思って、こういう道もあるかなっていうか、パラレルっていうかイフやけどね、こういう道もありかなとか思いながらね、読み返したり見返したりすると楽しいかな、そういうきっかけになってくれたら嬉しいなと思って書いていた想像なんでございますけども。でまあちょっとね、せっかく3人が揃って写真をね、撮ってるんですから、アップでね、3人だけの写真もあっていいんじゃないですかと、記念ですからね、もうそういう世界線で描けたんでね、だったらね、やっぱちょっと描いてみたいなと思って。ちなみに、これですね、これも、まあ、何気に来てますよっていう表現だったんですけども、まあ、それはいいか。すいません。まあ、いろいろと思ってして、やっぱりいるでしょうね。それは、せっかくこの世界線があるんやからね、3人1枚が僕は欲しかったですよね。だからこそ、ちょっと書いてみたいなっていう気持ちを記載させていただいていたということなんでございます。ようやく書けたねっていうね。で、まあ、ちょっとこれもね、2、3、語らせていただきますと、これ、屋根の影なんですね。で、屋根の影っていうと、まあ、こっから虎徹が3人を撮ってると。で、原作ではね、メカに弱いからなって言って写真撮るの渋ってたっていうのは印象残ってるんですけども、年を重ねてますね、虎徹もね。やはり思い出っていうのは形に残したい年齢なんじゃないでしょうか、年を重ねると。この3人の成人、20歳の振袖姿の写真、わし以外に誰が撮るねんっていう気持ちでね、撮ってくれているんじゃないかなっていう想像はいいかなと思って。で、原作でもね、よしえさんがちえちゃんの小学校5年生の頃の振袖姿をね、撮るシーンでね、結構見れた顔やみたいなこと言ってね、虎徹に失礼なこと言うなって突っ込まれてましたね。で、やはりね、だからね、あの時のジャリンコトリオがな、二十歳になって色気が身についとる時の流れが心に来るぜ、みたいな、ちょっとまだおセンチな部分も残ってたりとかしたらいいかなと思って、まあこういうアングルで描いてみました。こういうアングルと言ったのは原作でありますね、このアングルはね。表紙のアングル。まあ知ってる方、ここまで見てくれた方はね、知ってくれてる猛者かなと思うんですけども、視点とか表現、アングルを変えればですね、また楽しみ、想像っていうのは変化すると信じ続けてね、書いてきたんでね。まあそれでちょっと、まあこういう屋根の上から自分らを撮っている虎徹に気づいてるヒラメちゃんっていう視点、アングルに変えてみて書いてみましたっていうところなんです。